皆さんこんこにちは2019年一次ベーシック講座中小企業経営政策の第1回目ユニット1から始めていきたいと思います。私レクセニコ氏金城ですすどうぞよろししくお願い,いたしますというわけでいよいよ始まりました「中小」なんですけれども今回から全4回トータルで1回につき10ユニットですから4 0 ユニットまでということで進めていいいきたいと思いますで初回のユニット1につきましてはこの中小企業経営政策の全体像とかですね勉強の仕方とかそういうお話をさせていただければと思います。でまず、えー、この中小企業経営政策という科目は他の6科目とは全くこう違うと。 というかですね、えー、勉強の仕方もそうなんですけれども、ちょっと特殊な科目だということができます。で、えー、ご存知かもしれませんが、まあはっきり申し上げると暗記科目ですね。で、今ちょっと画面私がこう映しているのがこの中小企業白書と言われるもので、2018年版ですね。こちらの中小企業白書から50点分出題されます。 で残りの50点分というのがその名前の通り政策ということで、まあ、この中小企業経営部分と政策部分に分かれてるっていうことなんですねで経営部分がこの白書で政策部分が中小企業政策ということでさまざまな中小企業向けのいろんなこう補助金だったりだとか助成金だったりだとかさまざまな税制だったりだとかですねそういったようなものがございます。 でこちらはちょっと今暫定なんですけどもこれは平成30年度版ということで、えー、平成30年の試験の範囲なんですまだ31年、まあ、平成も31年ないので何になるかわからないんですが例年4月から5月にかけて出るんですねだから2019年の4月にこの試作利用ガイドブックというのが出ると思います。その中からまあ試作が出されると ということでどちらにしても白書の内容を暗記するで試作を暗記するという科目になります。この純然たる暗記科目ということですね。でこのガイドブックについてはまた試作の時にだから多分ユニット、えー、と21かユニット十一の時に、えー、軽くまたお話しすると思います。で実ははこのの白書というのは まあ試作もそうなんですけれどもまあ、特に白書なんてのは毎年毎年出版されるわけですねですからはっきり申し上げて過去問が使えませんなので他の6科目は過去問をやりましょうとかね講師が言いますよねえ、中小は過去問やらないでくださいむしろ外訳ですはい、過去問やっちゃダメというのがまず一つねまあ、もちろん 何て言うんでしょうあとでちょっとあのお見せしますけれどもどんな出題の形式なのかなと出題の傾向とか形式を見る分にはいいんですけども別にそれ皆さんが見るというよりも我々が分析するのでねだから皆さんがあえて過去問を開く必要はないですあの白書については。で施策については、まあ、当然あの例えば補助金の金額とかね 融資融資金額とか結構あの上がったり下がったりとかね。条件が変わったりしますんで、これもまた過去問が使いづらいとただ変わらない施策というのもあります。はい。なので、変わらない施策についてはもちろん過去問は使えますが、取捨選択しないといけないとなので、まあ、受験生の皆さん自身でこの過去問は使える使えないという判断をするのはなかなか厳しいですよね。 でですので、まあそのそ意味からも、まあえて積極的にはおすすめはおめしませんただ試作の講義の中で私がですねこの試作は変わってないので過去問を見てもいいですよみたいな話はしていきますしまたテキストにはですね、まあ、直近の過去問を取り上げるようにしてますので試作については過去問は載っけてあります。はい、という形でその まあ非常にまず他の6科目とも違うのが過去問が使えないしかつ単なる暗記科目とということですですので今画面の前の皆さんですねよし7科目目中小を勉強するぞと意気込んでえ多分画面の前に座ってらっしゃると思うんですけれども出花をくじくようで大変恐縮なんですけども 今から今,今皆さんがいつ,いつか分からないです分からないですけれども今からゴリゴリ覚えてもですねまあまあまあまだベーシックベーシックといってもそのまあ白書の中から出題されそうだなというところを、まあ、我々講師陣で予想をしてですねでそこからピックアップしたものが今テキストになってるわけですね。ですので、まあ、これ結構分厚いので電話帳みたいなね感じなのでこれを全部 載せるわけにはいかないので、この中から抜粋したものをあのフォーカスのテキストに盛り込んであります。で、当然その他の科目であればベーシック、ステップアップ、アドバンスとどんどんこう難易度が上がっていきますよね。ただ中証の場合は難易度っていう問題じゃないので、ベーシック、ステップアップ、アドバンスというふうに範囲が広がると思ってください。範囲が広がると思ってください。だからどこから始めても結構です。 結構ですが、まあ、基本ベーシックが出題可能性がかなり高いとで徐々にマニアックなものをステップアップとかあとアドバンスなんかは時ネタ的なものを取り入れようかなと思ってますでもうあのぶっちゃけちゃうと今いつなのかっていうと2018年なんですね2018年の9月10月あたりになります。だからこの収録している時点では その2019年にどんな法律がどういうふうに変わってとかどういう施策ができてとか目玉がどうだとかいうまああの本当にえまさにこう国会の動きとかねえそういったところで変わってくるので今の時点では分からないです。なのでステップアップとかアドバンスっていうのは2019年になってから収録しますので。 その辺りで補正予算とかね出てきたりしてなんとなくこう動きが見えてくるのでそこでまた時事ネタを提供しますのでこのベーシック講座についてはあくまでもこの白書の内容と施策基本施策を取り上げたものですという位置づけになります。ですからそのベーシックって名前はついている基礎というよりも、まあ、まず最低限押さえておきたい範囲と捉えていただければと。 その意味でも他の科目と違いますよねで、まあ、さっきも言ったように今からゴリゴリ覚えてもそんなにこう何て言うんでしょうねどうせ人間忘れますし慌てなくて結構ですとお、まあ、こんなこと言うとまた怒られるかもしれませんが、まあ、本当のことなのでだからむしろこうさらっとこのベーシック講座についてはさらっとこう目を通すかもしくは、うん、とユニット 20まではん飛ばしちゃってもいいですってこういうこと言うとまたあれなんですけどもあのユニット1から、まあ、ここ今回ねユニット1からユニット20まではこの白書なんですよ。でユニット21から試作40までが試作ということになってて試作の方が非常に重要です。試作の方で稼ぐというのがセオリーなんですね。 なので、えー、施策はたいまあほぼ毎年出る施策とか決まってるので狙いが絞りやすいだから覚える優先順位もつけやすいので今回のテキストに載ってるのも優先順位が高いものばっかりですただ一方で白書はさっき言ったようにどこが出るかまあ我々が予想はしてますよ予想はしてますけれども当然当たるかどうかわからないです。でですので 優先順位は施策なんですね白書はあくまでも我々講師陣の予想でこのグラフが出そうですよ図表とかグラフが出そうですよというのを取り上げたに過ぎないのでだからまあそこはあのまあ大体当たるんですけどもね大体当たるんとはいえもちろん当たらないこともあるしだからこればっかりはあのまあ優先度というと施策の方が高くなります。 ですので、まあ、あの白書については本当に、うんとね、勉強の仕方っていうくと当連だからベーシック当連ステップアップ当連アドバンス当連がありますよねその他にステップアップ模試とあとレックの全国模試とだいたい最低5回は当連や模試に触れるこれだけで多分80問ぐらいから80問から100問ぐらいあるのかな。 ぐらいの問題が皆さんのお手元に、はい、普通にあのフルフルで講座を取っていただければね、えー、あるはずです。で、この問題を解きながら身につけていくというのがまあ一番いいかなと。もちろんこのベーシックのテキストに載っている。で、今ちょっと私の手元にはゲラズリしかないので、あのー、ちょっと白黒になっているんですけれども、あの皆さんのテキストには多分えっ、ー、と青 青文字で色がついていいると思います青い文字のところを中心に確認をしていただいてでグラフを見ていくでそこを覚えるという形もうシンプルに言うとそれだけなんですねただもう暗記単純な暗記だと非常にこうしんどいのでなのでまあ問題を通してです、ねえー、図表をチェックしていくというような勉強の仕方をおすすめしたいと思います。はい であとはと極論を言うとまあ本試験8月ですよね8月だとすると、うん、ゴールデンウィーク明け5月からまあ6月ぐらいから勉強してもまあ間に合っちゃいます、うんまあ、人によりけりだけれども。というのは今今日たまたまちょっとデータ持ってたので、えっと、私が受験生時代のですね 模試の成績をちょっと皆さんにちょっと恥ずかしながらお見せしようかなと思って持ってきたんですけれどもちょっと見えるかなこれ金城淳之助様ということでえとこれが私が受験生時代のえとこれ一番下中小企業経営政策当時ね助言理論っていうのも入ってたので,で点数が73点ですと何だ73点7割結構いいじゃんって思うかもしれませんがよくご覧ください200点満点なんです。はい 当時ですね企業系理論と中小企業系政策って200点満点満だったんですで全部で8科目あって1,000点満点の試験だったんですねこれは私が受験生時代だから1,000点満点の試験で,で600点取れば合格と6割っていうのはまあ今と一緒なんですけれどもで当時200点科目の中小政策で73点です。これが6月の模試ですだから 200点満点で7。3ってことは今の100点満点に換算すると36点ぐらいだから足切りなんですよ。この点数足切りです。だからまあスネカじりっていうね。これレックの模試ですよ。レックの模試でスネカじりって言われちゃってはい。970位ひどい成績ですよね。はい、まあ。でもあのちょっとね。自慢じゃないけど、企業系理論は？ 1> ちょっとね、私1位取ったりしてます、まあ、だからまあ「き業ゅけ理論」いまだに得意なんですけれども、まあ、そんなそんなそんな話をするんじゃなくてはい中小がもうこの状態で6月ですよあと2か月で本試験やばいと。で私はここから中小を真剣にもうこの時全く勉強してなかったので中小真剣にこう本格的に暗記を始めました。そうすると、えっと、7月のうんと頭に レック以外の別の学校の模試を受けたんですねその結果がこちらちょっと見えるかな、えー、っと7月頭で、えー、中小政策が119点119点あと1点で120点6割だったんですけどまあなんとか5割まで来ましたよと。はい、で、えー、7月の中旬にレックのファイナル模試っていうのがあったんですね。 えー、その結果がこちらです。えっ、ー、と、百五十三点。つまり、えっ、ー、と、二七十四、だから、今の点数でいうと、七十五点ぐらい。はい。で、三位ということで。あの、本当に一ヶ月勉強しただけで、この点数です。七割取れますと。はい。なので、あの、要は覚えりゃいいんだね。だから、その、これは私自身の経験から申し上げているんで、で、試験の。 傾向もも出題の仕方も今と全く一緒です。まあ助言理論っていう当時は入ってましたけれども、えー、今は入ってませんけれどもでもあの単なる暗記問題暗記っていうのは一緒ですのでねだそういった意味でも私はまああまり慌てずに、はいまあ、あの5月ぐらいとか4月5月ぐらいからゆっくり覚え始めれば十分に間に合うので。 だからもしこれご覧いただいているのが例えば2018年年内もしくは2019年の1月2月とか早い段階なのであれば別にそんなにさらっと見ていただいてふふふんふんふんぐらいで結構ですですも,もしその時間は他のの、ね、財務とか、えー、企業経理論とか運営管理とかねあの時間がかかる科目にしっかりと時間を使っていただいて中小は流し見ぐらいで結構ですよ本当に。 だから、まあ、このユニットもまあ初回1ということで言ってるんですけれどもあの中小はユニット20ぐらいまではさらーっとばっと早,早送りで見ていただいても全然構わないし飛ばして見ていただいてもあの見なくても極論あのテキストをこうですよって言ってるだけなので青い文字のとこ注意ねとかあのこの図こうですよとか言うだけなのでまあ読めば分かりますもう自分で言っちゃうのもあれなんだけど。だからうんその この時間非常に皆さんも貴重な時間だと思うのでねもったいないなと思ったらもうユニット21まで飛ばしちゃってもいいですで21でまた試作の話を細かくしますので、えー、その時にまたしっかり、えー、試作については非常に重要なのでユニット21から40まではじっくり見てくださいただユニット1からまあ今もう1終わりかけてますけれどもユニット1から20まではまあさーっとでいいですとはい まあそんな形で、あのー、やっていきましょうということでね、まあ、初回は、えー、この中小企業政策といいう科目の特性についてお話ししましまたでそれぞれ白書の勉強の仕方と試作の勉強の仕方は、えー、この後のまの、あ、ユニット2で白書の勉強の仕方ユニット21で試作の勉強の仕方という形で、えー、まあパートを分けながら話していきたいと思います。 はい、というわけで、えー、まずはユニット1はここまでにしましょう。